妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、イギリスのケア8プレミアム重戦車。令和のニュージェネレーションロマンキャノン、キャリバンさんだね。うむ。マップはクリフ、マッチングはケア8から10だね。それじゃあ初動は、中央で敵の様子を伺いながらの戦闘と行こうか。了解だよお姉ちゃん。そだお姉ちゃん。キャリバンさんのケア重戦も、動画だと初だよね。うむ。前回のトーンバンさんは、カチカチ砲塔と交換通砲でケア重戦でも安定して戦える子だったけど、キャリバンさんのロマンがケア重戦でどうなるか、楽しみだよね。本当だねお姉ちゃん。そしたらまずは東大へ行く敵がいないか、ここで待ち伏せかなと、六冠が反応しちゃったね。どこからだろって、あわう。自走さんいないから、見つかったの気にせず待ち伏せし続けてればよかったねお姉ちゃん。うむ。本当だよね。これ以上登る子はいないと思うし、ここは距離を詰めちゃおうか。この子のロマンは接近戦でこそ輝くからね。了解だよお姉ちゃん。む、あれに見えるは敵のキャリバンさんだね。キャリバンさん、登る気なのかな？東大まで登るには速度が足りないと思うから、あの位置で止まって戦いそうだね。こちらを覗いてきそうだし、待ち伏せしてみるねお姉ちゃん。うむ、そうしちゃおうか。味方さんの初動は、西多め、東少なめな気もするけど、そこまで悪くない感じかな？そうだねお姉ちゃん。東は確かに少ないけど、彦田さんが偵察できる位置にいるから、もし敵が来てもすぐに対処できそうだもんね。うむ。む、キャリバンさん動き出したね。あわう。急停止されちゃった。と、来たね。ナイスショット大妹よ。よし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 。敵の攻撃は利体をかすめただけだね。いいね、お姉ちゃん。さて、そしたら60秒超えのリロードタイムになっちゃうし、しばしば遺速モードにさせてもらっちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。改めて考えると、4倍速モードでも60秒って長いよね。うむ。実際の戦闘中は本気で60秒だからね。戦場の動きが激しいと何かときついよね。本来はもっと前に出たかったんだけど、敵の配置的に迂闊に動けなくなっちゃってるね。そうだねお姉ちゃん。左のスパコンちゃんたちが嫌な感じだよね。む、T32 さんが出てきたね。あわう。すっごい大暴走になっちゃったよお姉ちゃん。くぅ、距離150メートル以内の、車体下部狙いの弾が砲塔の皿に上に飛んでいくとは。あわう。でも、味方さんのおかげで T32 さんは倒せたし、あとはスパコンちゃんの隙をついて進軍したいところだね。む、V4 ちゃんだね。あわう。また外れちゃったよお姉ちゃん。くぅ、しかもスパコンちゃんにリタイ切りされるし、踏んだり蹴ったりだね。と、スパコンちゃん引き気味だし、今のうちに渡っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、安全に渡れそうだね。むぅ、スパコンちゃんさっき下がってたのに、フェイントとはひどいよね。あう、本当だねお姉ちゃん。あ、でも、チェコさんが西から接近中だね。ふっふ、これは私たちの仇を撃ってくれそうな予感だね。いいね、お姉ちゃん。そしたら私たちもスパコンちゃんを撃ちに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。あう、この距離でかすりもしなかったよお姉ちゃん。と、ドンマイ大妹よ。ナイスショット大妹よ。さて、そしたら長い長いリロードだし、また倍速モード行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。たださっきの一発目、もっとじっくり待ってから撃てばよかったと、ちょっと後悔だね。うむ。そしたらスパコンちゃんの側面に、2発叩き込めてたもんね。とはいえ、終わったことを悔いてても仕方ないので、気を取り直して次撃ちに行こうか。了解だよお姉ちゃん。ただここからは、北の駆逐ポジションが気になるねお姉ちゃん。うむ。一度もスポットのない敵駆逐さんが2両いるけど、絶対北で待ち構えてるもんね。とはいえ、スパコンちゃんが落ちた今、ここから TL1LPC さんが狙えるかな？ナイスショット大妹よ。狙いはあまあまというか、レティクル中心は完全に外れてた気もするけど、当たれば官軍ってね。だねお姉ちゃん。そして気づいたら AP 弾の残弾が一発しかなくて、
2発目がリロードされないんだけど、これ、どうしようかな？榴弾に切り替えれば弾はたくさんあるけど、リロード40秒だもんね。うむ。リロード中に敵が出てきたら青々だし、ここは今ある弾で戦うとしようか。了解だよ姉ちゃん。よし、登ってきたね。くぅ、あとちょっと上に来てくれれば撃てそうなのに、出てこないね。あう。あ、しこださんの攻撃だね。むぅ、慌てて上に逃げてくれれば撃てたのに、下がっちゃったね。でもナイス撃破だ味方さんだね。この後は北攻めだよねお姉ちゃん。うむ。東の味方さんが北の高台を撃てるポジションまで進軍したら、突撃しちゃおっか。了解だよお姉ちゃん。アシストゲットだね。うむ。敵は十中八九フルヘルスだから、下手に一発撃つよりアシストの方が美味しいってね。さあさあ駆逐さんたち、撃たせてあげるから代わりに私たちにアシストを献上するのです。よし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 、コンウェイさんのヘルス丸々、1500アシストゲットだね。いいね、お姉ちゃん。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ1863、キル数0、アシスト2341、棒ダメ0。スコアは1029でチーム内に、2バッジをゲットだね。今日のバトル、ティア10戦場だったのにもかかわらず、たったの3発貫通で2位とは、さすがキャリバンさん、さすが英国ロマン砲さんだね。いいね、お姉ちゃん。でも、スコア2位なのは、最後のアシスト馬突撃のおかげな気もするね。あわう。あ、よく見ると敵側のキャリバンさんも3発貫通っぽいね。本当だねお姉ちゃん。しかも敵チームの1位だね。うむ。両チームともにキャリバンさんがスコア上位とは、英国のロマン、侮れないね。終始は、禁断7発撃って3発貫通と、ちょっと微妙な貫通率だけど、にもかかわらずイベントなしで5万超えの黒字は、いい感じだよね。本当だねお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。